勝山城は、山梨県鶴市川棚に存在した、日本の城、形式は山城、県指定史跡。戦国時代には、軍内領主小山田市の巨漢谷村間の爪城で、豊臣系大名時代に、金星城郭として整備される。江戸時代には、谷村藩長である谷村城の属城で、江図によれば2本の内橋によって連結されていた。現在では、 城山公園として整備されており、鶴市21周法にも選ばれている。所在する鶴市川棚は、県東部の山間地である、郡内地方に位置し、鶴市街は、富士北陸の山中湖から発湿丹沢山系や、三坂山系の支流を集めて北流し、大月市ザル橋へ至る桂川流域の平坦地に展開している。勝山城は、市街北西に位置し、 富士山から流出した溶岩大地が桂川によって侵食された丘陵地帯である城山に立地する。城山は河口岩室の独立丘陵で標高は五百七十一メートル、飛行百メートル、山頂からは富士山を背景に被害を望む。桂山城の東側には桂川と並行して甲州街道から分岐し、吉田至る富士道が南北に通過し、 軍内領主、武田家臣小山田氏の館で近世には、谷村藩の藩長として、軍内支配の拠点となった谷村館が存在する。西側にも平坦地と南北に通じる山道が存在するが、現在は中央自動車道のルートとなり、上山の一部は破壊を受けている。また、富士道を北上した大月市域には、小山田氏の急居館、詰城であった、 中津森間や岩田の城が位置する。富士山の火山活動は、縄文時代前期には活発であったが、縄文中期には沈静化し、谷村においては、縄文中期段階からの定住痕跡が見られる。古代の立領政下においては、鶴郡に否定され、鶴市古川渡市や大月市大月は、鶴郡家所在地の候補地となっている。中世における、海国では、甲府盆地で、海、 源氏の一族が各地へ定着したのに対し、軍内地方では古軍白控、源氏系の士族が出現する。桂川下流地域は古軍橋に含まれていたと考えられており、古軍郷には、はかりそうの信条が立僧されている。軍内は、歴史的に、甲府盆地のほか地理的に隣接する、相模国とも深い関係にあり、戦国期には、武田家臣となった小山田氏が谷村に館を構え、 武田氏、後法上氏をはじめ交付盆地や対外勢力との政治、外交状況の変化によって左右された。また、富士道は、富士道者が通過する信仰の道としても機能している。近世には、徳川氏や豊臣系大名と領主が変遷し、特に豊臣政権下では、有力大名の徳川家康が関東に違法された、ため、海野国や谷村、勝山城は、豊臣系大名と、 徳川両国の最前線として重要視された。江戸時代には、海の国が徳川領や幕府直轄領となり、谷村や勝山城の位置づけも変化する。戦国時代の海国では守護、武田氏と有力国衆、後法上氏ら対外勢力との構想で、乱国状態となり、軍内においては、小山田氏が台頭し、武田氏と構想している。小山田氏は、室町期の明王年間には、 活動が見られ、大英7年には、中津森館を本拠としていることが確認される。小山田氏当主の小山田新勇気には、武田氏に侵入し、武田家診断となり、協力5年、天文元年には火災による消失を機に館を、谷村館へ移転し、新城下町を形成している。谷村の城下町形成に伴い、勝山城は岩戸の城に代わる詰城として整備されたとも、 考えられているが、孔古、文献両面からは確認されていない。軍内地方の交通路において吉田、忍草方面から大月へ向かう書道はいずれも、中津森館を経由しているため、勝山城は、中津森館に代わる、交通路の掌握、警護を目的として、小山田市時代に城塞が存在していたとする説もある。天文十三年には、武田氏は、ご法城氏と交渉同盟を結び、 小山田氏は、御法上氏との取り次ぎを務める。さらに、武田とするが今川氏の間でも同盟が結ばれ、御法上氏と今川氏も相互に同盟が結ばれると、軍内は政治的に安定するが、新元後期の A61 年から元期3年の間、勝頼立期の天正6年以降には、交渉同盟が解消され、軍内も政治的緊張状態にあったと考えられている。 天正10年3月、小田、徳川連合軍による武田両国侵攻により武田氏は滅亡する。軍内領主の小山田信繁は勝頼から離反して、小田氏に出資するが信繁は処刑され、小山田氏も滅亡し、鶴軍の国衆、小山田家臣も離散する。小田氏の返し置きでは軍内を含む会一国は、小田家臣の川尻秀隆に与えられるが、 同年6月の本能寺の変後に発生による一揆で、秀では死去し、川尻氏の軍内支配の影響は少ない。本能寺の変後に、海、軍内を含む武田医療が空域化すると、三河国の徳川家康、相模国の北条氏名を、越後国の上杉影勝の三者で、海、品野の武田医療をめぐる天正神後の乱が発生し、家康が、 海の南部の川治療をはじめ海の州の多くを味方につけたのに対し、ご北条氏は、軍内の計略を行う。北条氏名は、北都市須田町若見湖の若見湖城に本陣を置き、織田、ご北条領氏は、八ヶ岳南六、七里岩大城にあたる、現在の北都市域に布陣して、互いに対峙した。ご北条氏は、徳川氏の背後をつくため8月9日には、 笹子峠に布陣していたご法上勢が徳川方の王の取りへ進行し、8月10日には小田原から派遣された後、北勢が元須城を攻めた。さらに8月12日には、北上市中の軍勢が鎌倉街道を進行し、黒駒合戦において敗退している。こうした動向からご法上勢は、谷村、勝山城を含む鶴群全域と交通路を、 支配下に置いていたと考えられている。知世元時部下時期には、御法上氏は谷村に拠点を置いていた可能性を示す。記述があり、御法上氏は、鎌倉街道沿いの三坂峠の三坂城を改修して、ことから、谷村館や勝山城も、御法上氏による集築が行われていたとも、考えられているが、2010年時点でそれを示す。資料は発見されていない。 同年10月29日には、徳川、北条同盟が成立し、後北条氏は、海の国から撤兵し、軍内領も徳川方に明け渡された。徳川家康は、軍内へ、家臣の鳥居元忠を配置したが、元忠は、軍内領の支配拠点を岩戸の城に置いたという、天正18年7月の小田原合戦によりも、北条氏が滅亡し、 さらに、欧州市沖により天下統一が達成されると、豊臣政権では全国的な大名敗違いを実施する。この大名敗違いにおいて、徳川家康は関東へ違法となり、海の国には、天正18年8月1日から天正19年2月中旬まで、橋場秀勝が天正19年2月中旬から文禄3年1月17日まで、 加藤光康安が、文禄三年二月初旬から慶長五年まで、浅野長政、吉永が配置される。橋場、加藤、浅野三氏一代の回答地では開一国を、国中、河内、軍内に区分して一門、家老を配置している、共通性を持ち、いずれも徳川家康の両国と接する軍内は、国中、河内とは別の人物を配置し、重視された地域であることが指摘される。 朝野市時代の回答地では、軍内担当者として、過労の朝野市中が配置される。市中は当主である、長政、吉長との系譜関係は不明であるが、国中、河内を担当した、朝野忠義と共に、一族の重鎮であったと考えられており、介入国時の文禄4年に、吉江から市中に改名している。市中の軍内支配では配下に、川口長重、伊藤又兵衛。 大橋吉系沖吉勝、不和貴かが大官を務めている。海の国史では、勝山城の築城者を始終とし、朝野市時代に、勝山城跡に所在していた八幡神社が、現在地に移転されたとされ、縄張りが行われたという。一方、2010年時点で始終の追記のみならず橋は、加藤、朝野市時代を通じて、豊臣大名の勝山城築城を示す確実な、 資料は確認されないことが指摘される。浅野市入国の半年後にあたる文禄3年8月28日付の浅野市重婦人寄進状打ち死によれば、死獣婦人が鶴群小野村の小野熊の神社に神田を寄進した際に、死獣に対してお城様の故障で呼んでおり、このため浅野市が入国した時点ですでに、勝山城は築城されていたと考えられている。また、死は、 文禄三年に、鳴沢村の百姓中に対して、木材の挑発を命じている資料があることから、これを、勝山城の集築に関するものとする説もあるが、同時期の甲府城追記に関する資料の可能性も指摘される。従来は、谷村間の爪城はさらに北方にある桂川沿いの岩戸の山に築かれた岩戸の城であると考えられていたが、現在では、 戦国期の本城と爪城との位置関係から距離のある岩戸の城よりも勝山城が爪城であったと考えられている。江戸時代前期には江戸城において将軍が雇用する茶が京都宇治からもたらされる宇治在茶師と呼ばれる行事が存在した。茶壺は江戸でおろは東海道を空で運ばれ宇治に着くと引き茶が詰められた。帰路は中仙道。 甲州街道を経て、江戸城にもたらされ、腰夏のため谷村において、勝山城の茶壺蔵に保管されていたという、五茶壺道中については、徳川三木に記録が見られるほか、江戸後期に編纂された地史である、海の国史においても著述され、秋元三大絵図や、下や村名最初など茶像の記された絵図や位置を、記した文献資料も見られる。 また、甲府徳川家の甲府日記には、将軍家以外でも甲府徳川や立林徳川家には、最茶師を派遣している記事が見られ、いずれも谷村において茶壺が保管されていたとしている。寛永年間には、秋元氏が茶壺蔵を設置したと伝わるが、発掘調査では確認されていない。江戸時代に、勝山城は山城としての性格を失い、国市によれば、 朝の市時代には、山頂の勝山八幡神社が八窪山山頂に移転されたという。江戸時代には、両谷村、川棚村により管理され入山は制限され、文政4年には、両村から畑開発の願書が出され、再開発されたと考えられており、出土遺物においては、戦火や陶磁器が存在し、信仰の対象となる、祠の存在が想定されている。また、 東名皿が多いことから夜間の入山が行われていた可能性が考えられている。昭和16年には谷村第一小学校敷地から山頂に東照宮が移転された。勝山城の上域は東山約580メートル、南北約640メートル、周囲約2キロメートルで面積は25万立方メートル。山頂に作兵された平坦地があり、中央に本丸、 二の丸三の丸が所在する。周辺には北尾根、東尾根、南尾根にそれぞれ車群が存在し、本丸西側には内堀が存在する。城山の南から東、北側は桂川が天然の堀となっており、南から西側は一部人工的な対策による外堀も確認される。発掘調査により、本丸には構造物の存在を示す柱穴跡のほか。 南西宮には、矢倉台以降、西側には、植放器の特徴を示す、高石垣が確認され、貝の国においては、甲府城が、総石垣の城郭であるが、勝山城も、朝野市時代に、石垣が集築されたと考えられている。絵図類においては、石垣は北側においても描かれているが、確認されていない。矢倉台以降は、石垣を用いないも森で、 河原類は検出されていない。他、土類、掘り切りの一部も確認される。高い手書き、柳台以降の存在から、勝山城には谷村城下と逆側の西側を意識している点が指摘され、勝山城の西側に旧城下が存在した可能性が考えられているほか、総じて、甲府城を意識した追記技法と評価され、甲府城の市場として機能されていた点が指摘される。 確認される。出土遺物は、河原家、陶磁器や、釘、キセル、鉄砲玉などの金属製品、戦火などが確認されている。陶磁器の機種は17.8世紀の茶碗類、19世紀後半代の、陶苗皿、小坂月、寒くり、明治期の湯飲み、急須など。戦火は主に、官営通報や北総線で構成される。勝山城や谷村城、 谷村城下町に関する白絵図、村絵図については14種が確認されている。14種の絵図類はオームネード中古期から近代の写本で原本の存在、年代は不明。いずれも勝山城と谷村城、城下町を合わせて描いており、勝山城のみを単独で扱った白絵図は国立国会図書館、海国や村上図が唯一のもので、近世期の軍学においては、 勝山城に対する認識が低かったと考えられている。勝山城については、カイの国史では、浅野市によって築城されたとし縄張りや現存する意向についても言及しているが、小山田氏との関わりについては著述していない。近代においても、国史の見解が踏襲され、戦後には1978年に、郷土研究の久保田香流が、鶴群勝山城と、小山田、 秋元漁師についてにおいて再検討を行い、小山田市追記の可能性を提示している。また、戦後には、考古学において中世上閣が着目され、日本上閣体系や図説中世上閣辞典などにおいて、小山田市追記説のほか、各種移行や上閣の位置づけを検討している。1991年には、萩原光雄編、定本山梨の城において、 小山田出生季節のほか、天正人後の乱の経緯において、後北上氏による集築を受けている、可能性も指摘している。一方、小山田出生季節に関しては、現在に至るまで資料的根拠を書いており、1992年から編纂された、鶴る市においては、朝の出生季節への回帰が提唱されている。2005年には、鶴市教育委員会にて、 勝山城石学術調査会が立ち上げられ、2008年まで、広古、文献、都市史、石造物など、総合調査が実施され、石垣の布設された、門石、植放期の高い石垣、本丸やグラダイアとや茶壺ぼクラス定値を検出し、都市史的アプローチでは、城下町、谷村の位置づけが論及された。一方、文献調査においては、進出資料の発見に至らず、 依然として、追記機器をめぐる問題などが課題として残されているが、一方で、勝山町が甲府城を意識した、食法機上郭の特徴を備えていることから、海の国食法仕や豊富生研究研究においても、着目すべき視点を提唱している。ありがとうございます。